インサイト DVD ザ・シークレットラバー虫姫様オリジナルモード攻略映像オーディオコメンタリーです。司会を務めさせていただきます INH の坂本です。そして解説はオリジナルモード担当プレイヤーのクローバー YMN さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、一面の見どころと基本方針をお願いします。まあ、一面だけじゃないんですけど、まあ、全面通して敵がこう画面の上から出てきて無敵時間が一瞬存在するので、それに合わせてこう敵のパターンを覚えて、で無敵時間中に打ち込んで打ち込み点を稼ぐという、まあそれの繰り返しですね。ほとんどオリジナルモードは打ち込みカウンターシステムがないんで、そういった細かい点数を稼ぐというのが重要になってくる。そうですよね。大体中型機系だと、まあ、2000点とか3000点ぐらい1箇所で変わるんで、もうひたすら張り付きっぱなしって感じですね。こんな感じで。なるほど。やっぱりダブルパワーが一番その打ち込み点が高いんでしょうか。そうですね。スピードは遅いんですけど、やっぱり打ち込み点がベラボーに高いんで、まあ、クリアだけなら S パワーがすごい楽なんですけど、稼ぐとダブルパワー楽で、まあ、S と W で大体トータルで100万点ぐらい変わる感じになります。結構高いですね。そうですね。なんかこう、なぜオリジナルモードやったっていうところは何かあるんでしょうっていう。オリジナルはやっぱり弾が速くて、あとは弾の密度が遅いっていう、まあ、昔風のゲームですよね。そういう感じのゲームが好きなんで始めたって感じですかね。なんでマニアックとかウルトラはまだクリアすらしてないって感じですね。細かい弾よけっていうか、こう時期にまとわりつく弾よけはすごい苦手っていうか、なんかよけててあんま気持ちよくないんで、なんか速い弾のゲームばっかり選んでやってるって感じですかね。ボス戦なんですけども、ボス戦はどういったところがポイントなんでしょう。ボス戦は一面だとこう雑魚が5ループだっけな、5ループ出てくるので、それをまあひたすら打って、1ループだいたい2万点入るんで、それを限界まで回して打つって感じになるんですけど、まあ、映像はちょっと、まあ、時間の都合でっていうかそんな感じで2ループで終わらせてるんですけど、あとは打ち込み点稼ぎですかね。ショットだけでこう倒してレーザー当てないようにこうダメージを当てると打ち込み点が高くなるっていう、そんな感じでやってます。このレーザーを出さないようにするっていう、なんか連射特殊なレーザーそっちか。そうですね。まあ普通のゲーセンだと C ボタンの連射装置を使って、そのレーザーを出さないように工夫するんですけど、まあ、自分の場合は C と A の同時押しのシンクロ30連っていうのを使ってまして、それだとレーザーが全く出ない感じの、まあ、かなりいい調子のなんか装置になるっていう。さてステージ2ですね。ここからはレーザーが使えるようになってますよね。あのポーションがついて。そうですね。まあ、この7物資でレーザーとショットを当てるようにして、こう琥珀を稼ぐっていうパターン作りがやっぱり2面ではかなり重要になるので、それを意識したパターン作りパターンになってる。やっぱりこの見どころはこの琥珀の回収ですね。そうですね。ひたすらこう初めから終わりまでこう琥珀を出せるところは出し尽くしてって感じのパターンで、ここがこうかなり難関で、4回中1回抜ければいいかなって感じで。やっぱりこうこの2面がやはり全面通してのオリジナルモードの一番の見せ場っていうか。そうですね。パターン作るのも結構大変でしたし、やっぱり中ボスですか、あれの倍率が1倍から9倍まであって、まあ低い倍率が出ちゃうとやっぱりどうしてもストーリーしなくちゃいけないっていう感じになってきちゃうんで、パターン作るのも辛いし、つなげるのも辛いしみたいな感じで、うん、やっぱり難関ですね。やっぱりこう倍率に関してはこう詳しい詳細のやり方っていうのがなかなか出てこなかったところも、ね、そうですね。もう発売して1年以上経ってまだそのうまいかけ方っていうか、安定して高倍率を取るやり方っていうのが分かってないと思うんで、だいたいこうやれば出るかなって感じで多分みんなやってるんじゃないかなと思います。映像ではたまたまいい高い、これは9倍なんで1倍から9倍入ってそのうちのマックスですよね。で捨てゲーするときは
大体もう7倍以下とかだともう10万点以上差がついちゃうので、もうちょっと更新無理かなって感じで捨て切れしちゃう時はありますね。まあ、気分次第ですけど。二面集のところでも琥珀数が1万超えてますね。そうですね、この映像は結構つながった方なので、個人的には満足する映像が撮れたかなって思います。ステージ2のボスはこの足のパーツがポイントだと思うんですけども。あ、そうですね、普通に壊すと2万点なんですけど、ボス破壊時まで残しといてボス本体を壊すと20万点入るっていう、まあ、隠し稼ぎみたいな感じですかね。まあ、それなんで足は6本残すのは前提で、補正はこう細かく稼ぐのが多いと思うんですけど、緊張やっぱりしますか？そうですね、まあ、緊張っていうか大体もう攻撃がパターンになってるので、安定してるところはもう結構安定してますね。こういうところも大体の動きは決まってて、もうここに弾が飛んでくるなっていうのはある程度見当がついてるので、まあ、それに合わせて時期を動かすって感じです。なんかこう形態変化した時の弾消し効果もうまく使って弾を稼ぐといったところも、ね、一応弾が溜まったところで形態変化させると琥珀に変わるので、そのタイミングを壊して、なおかつ形態変化の間に第一形態と第二形態の間になんか無敵時間があるので、張り付いて第一形態を壊すと打ち込み点が、まあ、1万点も入んないかな、数千点ぐらい、まあ、稼げる感じになってます。この少し粘った、そうですね、溜まったところでフィニッシュ。でステージ2が終了ですね。1万1000琥珀超えるのはもう本当まれですね。今まで数えるぐらいなんで結構よくできた。さあステージ3です。このステージの見どころはどういったところでしょうか？クリオネをこう吐き続けるハッチが途中あるんですけれども、それを壊さないでクリオネをひたすら出し続けて、まあ、こう雑魚稼ぎをやるっていう感じですかね。でクリオネがこう下からとか脇からこうサイドアタックしてくるので、それの対処方法とか結構考えながらパターン作りました。ここでここの中央にあるのがそのハッチなんですけど、全部で5個クリオネを出すハッチがあって、今回の映像では4個しか残してないんですけど、まあ、やってる人は5個残してるかなって感じで多分やってると思うんですよね。1個残すと多分3万点ぐらい増えるので、本当に究極の点を目指してる人はやらざるを得ないって感じでやってると思います。やっぱり敵を残すことで危険度も上がると思うんですけど。そうですね、結構死亡率高いですね、3面のこの辺りとか。それでもやっぱりやんなくちゃいけないゲームなんで、3面は本当この雑魚稼ぎメインですよね。あとはいくらか無敵パーツ、無敵時間のあるパーツがあって、それを逃さず張り付いていくっていう形になっています。オリジナルモードは弾速が速いんですけど、はい、みんなやっぱり見てから受けてる、まあ、先ほどパターンある程度決まってるっていうのもおっしゃいました。そうですね、この辺とかだいたい時期狙いなんで、レバーを入れ続けてれば当たんないっていう感じにはなるんですけど、まあ、場所になりますかね。アドリブでやんなくちゃいけないところは、まあ、やっぱり見ておけるというかな感じで、今のボムはやはり弾よけのために致し方ない。そうですね、弾よけっていうか、まあ安定重視ですね。一応ノーボムで抜けれる時もあるんですけど、まあやばいんで使ってるって感じで、ここでボム使わなくても、使わないで行っても他で使う場所がないんで、まあ、使ってもいいかなとは思います。特にボムを使うことによってデメリットはないと。そうですね、まあ、このゲームはボムのボーナスとかケーブシの中じゃ珍しくないんで、使えるとこで安定して安定できるところはこう使って抜けるっていうのでいいと思います。
でオプションをフォーメーションにして、そうですね、まあ、ザコの処理がこの辺とかはやりやすいし、どっちでもいいっちゃどっちでもいいと思うんですけど、個人的にこっちの方が好きなんでやってるって感じですね。ここでもうバシバシ上の方で張り付いて落ち込んでるな。この後敵パーツがここにあるので、ここにできるだけ早く早いうちから重なって打ち込み点を稼ぐために、まあ上の方でバン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 やってる。収録してるとき何か苦労してるありますか？そうですね、やっぱりなかなか繋がらないですね。運の要素がオリジナルの場合は多いんで、高い点数狙うとするとやっぱり15スロー倍率の引きとかが良くないともうダメだし、まあ、2面とか素敵半分のパターンでやってるので、これがうまく超えられないとやっぱり厳しいですよね。で、まあ、今回 INH さんからいただいたあの締め切りの期限が4ヶ月ぐらいあって、それのラスト締め切り日の5日前ぐらいにこの映像がようやく撮れたって感じなんで、まあ撮れて一安心っていう、良かったですけど、こう最後このパーツ、このボスの前のパーツを壊すときにレーザーをよく当ててるんですけども、これはどういった理由でレーザーを当ててるんですか？あれがマニアックなんかでもよくやってる技だと思うんですけど、なんかエーレンって言われてるやつで、まあ、レーザーは出続けてるけどショットの数がこう少ないんで、あのレーザーを当ててる、パーツにレーザーを当ててる時間を長くして金塊の数を増やすっていう。なるほど、レーザーの当てる時間によって怖くの出現数が変わってくるという。そうですね、これはオリジナルだけのシステムというか、ね、どうなんですかねちょっと分かんないです。マニアックとウルトラどうなんですかね。オリジナルはとりあえずそんな感じでやって、で鉄筋によってその増加する量が変わったりするんですよね。なんかどん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 いっぱい出す敵もいれば、なんかそのエーレンでやっても全然出さない敵もいたりとかして、この辺の仕組みは、自分も聞きたいところですね。でこの3ボスは全てパーツを壊すという。そうですね、羽が6枚あって1枚10万点ですね。なかなかこれは他のモードではやらないコードだと思うんですけど。そうですね、マニアックとかウルトラで10万って言ったらやっぱり足して点にならないから、やっぱり安定重視で、マニアックとウルトラはやらないって感じじゃないですか。この辺結構ターン速やっぱ速いですけど。そうですね、この辺はアドリブですね。ちょっとこの携帯をオーラ打ち使ってダメージ効率がちょっと高くなって打ち込み点が下がっちゃう感じなんですけど、厳しいんでちょっと勘弁してくださいって感じです。安定でしているということですね、はい、で3面は終了と。続いてステージ4です。このステージ4の見どころはどういったところでしょうか？やっぱり同じ感じでこう敵の出現位置に構えて無敵時間中に打ち込むって感じなんですけど、まあ、前半面に比べてショットパワーが強くなって、もうショットの数が多くて打ち込み点が、無敵時間中の打ち込み点がかなり大きくなってるんで、4面5面の張り付きは結構重要になってくる。ここまで来ると反則も相当早いんですけど。そうですね、もうパターンにできるところは何とかして、できないところはしょうがないから見て受けるっていう感じで、まあ、この辺とかもひたすら張り付いてギリギリでまあ避けるっていう繰り返しですね。最近このゲームやってないけど久しぶりに見たらやっぱり張り付き系いいなって感じですよねなんかやってて気持ちいいっていうか、ギリギリ避けるっていうの。そうですね、なんかスリルとなんか爽快感みたいなのがあって、このゲームはやっぱり好きです。皆さん結構オリジナルとマニアックの意見が分かれると思うんですけど、やっぱりオリジナルのいいところもあるなっていう。そうですね、オリジナルはやっぱりシンプル、稼ぎもシンプルだし、普通に遊ぶだけでもシンプルだしって感じで、
あとは真っ白でプレイできるのがいいと思います。消防その倍数が変わるんですか。そうですね、一応マックス2倍で入るんですけど、ほとんどかかる時がないんですよね。まあ、4回に1回ぐらいは2倍が入る。今回たまたま本当入った感じですね。まあ、ボム投げた後にこうどっかのポジションに構えてとどめを刺すと倍率がかかるのかなっていう、なんかそういう雰囲気だけでとどめを刺してる感じ。でここでヘビが逃げちゃうんですけどまあちょっと、繋がってたんで、なんか4面の中ボスを割って1020万か30万ぐらいあったと思うんですけど、かなり高い点でもうビビって頭が真っ白になったんですよねそれでなんかさっきなんかパターン間違っちゃってトンボ1匹逃がしちゃって、まあ4万点争点があるんですけど、それプラス金塊の数千点落として、今回の映像の一番の大ポカーですねここまで繋がると緊張するんですよね。いやもう本当緊張しますね。自分プレッシャーに本当弱いんで、もう4面5面とかはガクガクブリブリしながらって思ってます、ね、緊張しながらこうやっぱ前に張り付く時っていうのは、そうですね、この辺とかも一見暇そうなんですけど、やっぱり無敵時間中の張り付きがやっぱり重要で、こうなんか張り付くんですけど、なんか上に張り付きすぎてもパーツに当たっちゃうし、下すぎてもこう無敵時間中の打ち込みが甘くなるから、なんか微妙なポジション取りが意外と難しい感じに4面後半なってるんですよね。またボス戦ですけど、ここもやはりボス戦の基本方針通りという感じでしょうか。そうですね、ひたすらショットでダメージを与えてオーラ打ちをしないようにって感じですね。で第2形態でザコが出てくるんですけど、ザコが全部で6ループできるし、まあ映像では2ループしかやってないんですけど、まあ、その分4ループ分の2万点が落ちてる感じでます。そのやっぱりやらない理由というのはやっぱり安定行動というところですか。そうですね、てか自分あんまりプレイ時間がこう長くなるような、こうダラダラした稼ぎってあんま好きじゃないんで、それも込みでやらないって感じですかね。あ、でもこういう稼ぎは好きな人が中にいて、なんかやんなくちゃ気が済まないって感じの人ですか。そういう人はなんか好んでやってますよね。自分にはできないですプレイ時間が長くなることによってランクが上昇するというような話も少し聞いたんですけど、そうみたいですね。なんか例えば1面とかで雑魚稼ぎをマックスまでやると、やっぱり2面の道中で敵の弾が速くなって繋がりづらくなったり、あとは敵の弾の打つタイミングがなんか微妙に速くなってる感じがするんですよね。この辺でちょっとパターンが崩れちゃったりとかするところもあるんで、自分はやらない方向でやってましたね。で、雑魚稼ぎをしているという。そうですね、1ループ5000点の守護稼ぎですけど、1面の雑魚とかは雑魚に素点があるんですけど、4面とかあと5面の雑魚はなんか素点がなくて、打ち込み点の点数しか回らないんで全然入んないんですよね。まあでもオリジナルだと5000点とかそういう単位で増えても結構でかいっちゃでかいんで、こういった細かい稼ぎ積み重ねが一日大きな差になってくると、ね、はい、本当パターン作るときとかもなんか1万点ぐらい増えるパターンとか貼り付きパターンとかできたときにはもう大喜びでしたね。マニアックとウルトラではそういった喜びがないオリジナルだけのパターン作りの喜びってところですかね。さあステージ5最終面ですね。このステージのところはどこでしょうか。今までと同じでやっぱり無敵時間中の貼り付きですね。あとは路面の中ボスの倍率のかかり具合でここまでうまくいってても、もう倍率が低かったら一気にパーになっちゃうっていう、まあ、どうしようもないけどそうなっちゃったらもう終了かなっていう悲しいゲームですけど、やっぱりその中ボスの倍率が不安定なところが
一番の悩みというか。そうですね、本当警部の池田さんにもその倍率の入る仕組みとか詳しく聞きたいところなんですけど、なかなか安定しない。そうですね、その辺を嫌ってやっぱり自分の頃結構やってたけど途中で辞めちゃったって人が何人もいますよね。この辺もわざとサポートを相談させるっていう。そうですね、ですこれが1匹素点が800点ぐらい入ってかなりでっかいんですよね。今誘導の仕方でこう倒せる量とか変わるのでその辺のパンズルを意識して作りました。バイアミネさんは列車装置を使ってるんですけども、はい、列車装置を使ってところに苦労した点とかってありますか。実際自分は連射装置は作ってないんですけど、同じスターダストっていうゲームセンターでやったんですけど、そこで PAC っていうのがマニアックモードやってまして、彼がやっぱりこう熱心に研究してマニアックモードの装置っていろいろ細かいところをこう作り込まなくちゃいけないんで、彼が連射装置は担当して作ってくれて、自分はそれの恩恵をあやかってたって感じですかね。一応ショットの A と C のシンクロ30連の同調子っていうのは自分が見つけたんですけど、装置がなければ絶対見つからなかったって感じですね。守護数今倍率がかかってますよ、あそこは結構祈りながら。そうですね、今まで2面が9倍で4面が2倍でマックスで来てるんで、これで5倍が出てたらほとんど自分としては言うことないっていうスコア出てたんですけど、4倍だったのでしょうがないかなっていう感じですよね。この辺でちょっとカメムシが左下に逃げちゃって5000年ぐらい怒っちゃったんですけど、なんかもう一筆書きみたいな感じで止まらないでこう張り付いて稼ぐっていう感じの繰り返しなんで、1箇所ちょっと遅れちゃうと張り付きが間に合わなくなっちゃうんですよね、敵の処理とかも。その関係でさっきちょっと遅れた感じ。今日は TS さんの話題出ましたけど、このスコアネームの由来っていうのは何なんでしょう、はい、自分は一応名字からそのまま取ってまして、すごいシンプルで、クローバーっていうのはサークル名みたいなもんですね。西千葉で、エスクレードとか流行ってた頃ですかね、その頃に3人ぐらい固まって、自分と KC とあと春さんって方なんですけど、3人でやった時にサークル名つけないかみたいな感じでつけてもみんなで楽しんでる感じですね。懐かしいですね。最後のザコラッシュで結構緊張しているんじゃないですか。そうですね、これは張り付きがちょっと甘いと途中型機は残ってそのまま追い込まれちゃう時あるんで、結構強気で攻めないといけないところですね。いや、よく来てくれたね。でオリジナルモード最終です。このボスもやはり同じような感じなんでしょうか。そうですね、なんかやりたくないんですけどもやるしかないって感じで、ショットだけであとはオーラをできるだけ当てないようにっていうのを繰り返しですね。だいたいこうこんな感じで動けば安全かなっていうパターンができてるんで、それで受けてます。先ほどエスプレイドが盛り上がってたという話だったんですけど、今までの警部襲というか警撃というか、警部襲は結構好きでしたね。やっぱり難易度が高いゲームが多かったんで、そういうのをこう攻略していく楽しみみたいのがあって、やっぱりドンパチとドンパチとかもやってましたし、あとはバイトジョブちょっとやってましたけどね、弾丸フィーバーのとかあの辺のちょっと移植ゲーなんかも弾が速いっていう今回のオリジナルにつながるところがあるんですけど、その辺で好みがあって結構やってましたね。1年半ぐらいかな、2年ぐらいか。嫌いのようなものとして稼いでる。そうですね、限界までは稼いでないんですけど、1ループで 7,8 千点ぐらい入るので、ショットだけで打ち込み点で稼いでって感じです。一回にはボム使ってましたけど、あれも
やはり数多く倒すために使ってる。ああ、あれは素点が入んないのでボムで嫌いを壊しても点数が入んないんですけど、まあ、ここまでボムを持ってきても後で使う場所がないので、まあ安定重視であそこは一発使って無敵時間中に嫌いにめり込んで打ち込み点を稼ぐっていうやり方をやってます。これはドリブですね。ここまで来たらもう何も考えないで球避けてると思います。ということでラストボスを倒して、君に会えてよかった、オリジナルモードがでクリアということになりますね。何かこうこの映像を撮ってみて、はい、何か感想というか何かありますか。そうですね、いや結構自分としては満足のいく映像が撮れたから、これがこのまま出てくれてよかったなっていう感じですね。DVD というところでちょっと緊張したところとかって何かありましたか。映像撮り自体はそんなに緊張しなかったんですけど、プレッシャーみたいなのがありましたよね。期限まで間に合うかなっていう、それぐらいですね。何かこうこれからオリジナルモードを始める人に一言とかありますか。これからそうですね、クリアだけならやっぱり S ショットパワーを使って、あとはもうボンバーを使い果たしながら進むっていうやり方、それで結構進めると思います。意外と当たり判定も小さいし、弾が飛んできてからこう見て避けれる感じのゲームになってるんで、それを繰り返してれば多分クリアは簡単にできると思います。なんかこれからオフといいますか、スコアに対しての何かありますか。そうですね、虫姫はしばらく触ってないんで、やっぱりあの中ボスの運の要素がなければまだ続けたかもしれないですけどね。あれがもし今回 DVD 出すときに池田さんあたりから正式な倍率の仕組みみたいなのを公表してくれれば、まあ、倍率が安定するんで必ずマックスとか出せるようになるんで、それがこう出てくれれば続けるかなっていう感じですね。わかりました。じゃあこれからも頑張ってくださいということで、本日ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.